学童では大谷ルールを採用いたしません。何があったんですか。何のことかと言いますとですね、学童において DH 制度を導入すると出ましたね。全ナレーさんの方からね、通達がありまして、実は SNS 上でその学童野球に携わる人たちからかなりの問い合わせというか混乱が多少、そうですね、見てるといろんな意見入ってましたよね。そうなんです。で、改めてどういったことがあったかっていうのを「特産 TV」で説明をしながら、実際良し悪し、またその間ちょうどいいとこどこなのかみたいなところをちょっと皆さんと一緒に議論していきたいということで、いろいろ調べました。まずは読み上げていきたいんですけども、2024年の1月16日に、全日本軟式野球連盟より少年部、いわゆる学童と少年における指名打者制度の導入についての通知があったと。はい。で、内容が令和6年度の少年部、各種大会より指名打者制度の導入を行います。なお、導入については1人でも多く、選手に出場機会を与えるためのルールでもあるため、大谷ルールは採用いたしません、ということなんです。なるほど。急にこんなん出ましたね、また通達がね。急にね。急に。びっくりしちゃいます。一応私はアスリート委員会で入ってるんですけども、全く情報入ってますからね。大丈夫ですか、それ。この指名打者制度について、競技者必見に掲載される指名打者の取り扱いについて、で、もう述べられている通り、連盟が主催する大会においては指名出しルールを使用することができると。で、ただし学童部少年部は二刀流を採用しないと書いてある。いわゆる大谷さんのルールですね。そうだね。ざっくりまとめていくと、24年の4月以降から連盟が主催する大会では指名出しルールを使用することができると。出場機会を増やすための目的として、二刀流とか、大谷翔平選手のルールを採用しないと。今回X 上で盛り上がったのが、DH を導入すると、ドゥっていう感じだから、これ絶対 DH やんなきゃいけないんじゃないか。ああ、そうかそうか。うちのチームは人数が少ないぞとか、エースで弱みたいな選手がいたのに、DH にしちゃったら投げるだけになっちゃうとか、そうだね。とか戦力がちょっとなんかな、こうバランス悪くなるとか、そういういろんな意見があったんですよね。なるほどね。よく見たら、DH 制導入できるようになってると。期間になってる。ってことは、導入しなくてもいいってことですよね。そう。X では、やんなきゃいけないの？そうそう。なんでですかってなってるから、いや、そういうことじゃないんじゃないと。学童に今までなかったものを導入するだけであって、ただ使う人は使ってください。使わない人は別に今まで通りやってくださいみたいなニュアンスで捉えてたから、どちらかというと、すごいなんか慌ただしくなってるなっていう印象を正直受けたんだけど、でも確かにパチが言うように、文面としてはもしかしたらもう少し丁寧な方が良かったんだろうな。日本語って難しいもんで、難しい、法則が必要。これやっぱそう受け取る方がいらっしゃったんですよ。そうそう。実際に NPB では、セ・リーグは DH 制度を採用してないよね。今ちょうど話題になってますね。で、パ・リーグは DH 制度を採用してるよね。あれが1975年であったんだけど、でいろいろちょっとこうネットで見てみると、ルール上別に DH 使わなくても大丈夫らしいんだよね。ただやっぱプロの世界だったらさ、バッター一人入った方が、まあそりゃそうですよね、攻撃力的には上がりますから。どうしたら13ぐらいじゃないですか。そういったことで、もちろんそりゃラインナップとしては並べるし、それこそ前ジャイアンツの監督だった原さんが言ってたように、その選手の出場機会を与えるという意味合いでもあるかもしれないね。仕事の役割というかね。学童において成長過程の違いってすごいあるじゃない？そうそう、低学年高学年分かれてますけどね。4年生と6年生でだいぶ力の差もあったりしますから。そういったところで、エースで4番、さっき言ったようにやっぱ6年生でやっぱ引っ張っていかなきゃいけないってなっていった時に、使ってるからどうとか使ってないからどうとか、いろんなまた議論が巻き起こるのが、目に見えるというか、使うチームは使うチームでその意味を見出すでしょ、連盟が言ったように選手を出すっていうその方針でやってるんだ。でもそうじゃないチームがやっぱあるわけだ。エースって4番で DH 僕はいらないです。おたくらのチームはもうあんなにベンチにいるのに出そうとしないんですか。それは価値観のぶつかり合いみたいなさ、ルール上やってるんだけど、そのお互いの価値観の違いみたいのでなんかギスギスしたら嫌だなっていうのがあるから、お互いの環境でやっぱ精一杯やるほかないのかなとも思いつつ、DH 解除もできるわけですよね。解除できるね。そうしなきゃいけないわけではないという。そう。よかったよかった。安心しました。SNS 上ではもう絶対にそのやんなきゃいけないのかっていうふうに不安がってた方々とか、もしかしたら SNS に上げない他のその他大勢の方々がもしいるのであれば、そういうふうにこの動画を見た方は伝えてあげてください、うん、でその上でチームをどういうふうに回していくのかっていうところは、まあ、監督コーチであったり府県の方々であったり、また子どもたちの人数であったり戦力値であったりっていうところの部分で、そこは自分たちはこうやってやるんだっていうところをしっかり話し合った上で進んでいってほしいなって。てか DH 制も入れるんだったらリエントリーもやったらいいんじゃないですか。いやそうなんだよ。ジュニアの野球だったらそうなの。リエントリー制の方がむしろいっぱい出るんじゃないですか。そう重要というか。4番 DH で、あ4番エースでもいいですよ。まさにまさに。確かにリエントリーっていう方が受け入れやすいかったんじゃないかな。まあメジャーなルールじゃないけども可能性を広げるんだ、そっちの方がいいかなと思いますけどね。ちなみに全くちょっと話は変わりますけども、はい、先ほど言いましたセ・リーグは DH がない。今のところです。で、間もなく入るんじゃないですかね。っていう話はされている。そう、実はそのパ・リーグが DH を導入したりするときに、セ・リーグがある声明を出したらしいんだよね。休暇条みたいなものを。パ・リーグはパ・リーグの野球があるでしょう。ただセ・リーグはセ・リーグの野球があります。それは以下の9つです。みたいな声明をね、出したんだけど、それが今もなお変わってない。まあ75年に採用されてるんだけど、パ・リーグで。そこから約50年。はい、変わってないんだけども、それが1世紀半になろうとする、野球の伝統をあまりにも根本的に覆しすぎると。2、投手に代打を出す時期と人選は野球戦術の中心であり、その面白みをなくしてしまうからだよ。3、投手も攻撃に参加するという考え方をなくしてしまう。4、DH 制のルールがややこしくファンに混乱を起こさせる。5、ベーブ・ルースやスタン・ミュージアルは投手から野手に代わって成功したのだが、そのような例がなくなる。ね、これ75年の話ですよ。6、仕返しの恐れがないので投手が平気でいいボールを投げる。これ75年の話ですかね。あくまでもやっぱ昭和の荒々しい野球界の時の話でありますけど、まあ、先週ファーストのね意見ではね。7、いい投手は完投するので得点力が大して上がらないね。で8、投手成績打撃成績の比較が無意味になる。9、バントが少なくなり野球の醍醐味がなくなる。この9つのすごいですね。でね、中にはね、なるほどって思うこともあるわけ。投手に代打を出す時期と人選は野球戦術の中心である。まあ確かにそうだな。もうパズルだから野球ね、考えてやるスポーツですからね。でそれがあるからこそイチローさんはメジャーを引退するときにね、もう向こうの野球は野球ではない言い切った部分は多分これに値するんだろうなと。あとはその投手も攻撃に参加するという考え方をなくしてしまう。まあこれは2と3はね、もしかしたら似たようなことかもしれないんだけど、そんなもんでもこれはもう分かるは分かる。いや今のところでセ・リーグの人だったってあれじゃないですか。例えば完投するピッチャーが9回表の打席、ツーアウトの打席、もうわざと見逃したし矛盾してるんですそのまあ2にあった戦術のね部分であるんだけど、ただやっぱりね、ごめんなさい、セントラルリーグの運営されているものすごい偉大なね大先輩方々で大変申し訳ないんですけども、正直ね意味がわからないこともやっぱありますよ。1世紀半になろうとする野球の伝統あまりにも根本的に覆しすぎるって。いやそんなに野球の伝統は覆ることはないだろうと。ただまあこのねその75年から今も変わってないらしいんだけど、この休暇条が今セ・リーグが DH を導入しない理由もこれなんですかね。らしいよ。やっぱり75年にこの声明を出したっていうところの、おそらくものすごいドンがいるんじゃない今もなおわからない。でこのものすごいドンがいるがゆえに今セントラルリーグを運営する、まあ、50代60代こういう人方はもしかしたら、そうかもしれないねっていう考えはあるんだけども、いやもうこれ覆すにあの人納得させなきゃいけないからなっていう感じがあるのかないのかわからない。でも現実起こり得ることじゃない、そういうのって。あの人がいいっていうのはないとよくある話ですよ。ダメだみたいな。トップダウンでね。なんででもそもそもパ・リーグ DH やったんですかね。これは投高打低がひどかったらしい。はあ。あまりにも。だから打力を上げるために1人野手を使おうという。そうそっちの方がやっぱりそのなんだよ、ルーズベルトゲームって言われてるぐらい8対7、7対8、やっぱこの点取り合戦こそやっぱりこうファンを魅了する野球の醍醐味なんじゃないかって言われてるぐらい、確かに点取りゲームではあるよね。意外とむずいですね、そう考えるとね。安易に DH やろうよっていうわけにはいかないという、そういった中で今回の学童で DH を導入するって言った時にも、やはり多少過敏に反応する人たちがいるっていうのは、理解はできる。戦い方、野球チームの作り方変わっちゃいますからね。変わる。でも選手の可能性を高める可能性もあるから、うまく使えたらいいですよね。そうなの。あくまでも大人の人たちが今までの自分の野球観ではなくて、学童において DH を導入するとどういったことが起こるかをしっかりと議論をして、いろんな人たちといろんな意見交換をして、その上でそれを集約して、その学童の長である人が、じゃあこのチームはこういうふうにやっていこうと思うけどどうだいという形の中で進めていくという、丁寧な段取りがね、このあと2月3月、結構必要になるんじゃないかな。だから一つ、その私は関係ないではなくて、いつか来ますから。それをゴーンと正面、自分の子供、息子娘が野球を学童でやった時にズボーンとあなたのもとに降り注ぎますから、今のうちに、あ、そういうのってどうなんだろう、俺はこう思うなって言って、いろんな人たちとやっぱり議論してほしい。だったら中学とか高校とか全部増やせばいいんじゃないかっていうね。そうなんだよ。一回試験的かもしれないですけど、甲子園だってね、もしかしたらめちゃくちゃちょっと送球苦手だけど、打つだけの子が。DH があれば甲子園の男に代打じゃなくて打席踏めるかもしれないし、3打席回れるし、そっちのことも考えちゃうんですね。徐々に徐々にルールは変わってね、いい風に変わっていけばいいですよ。そうだね。余談になりますけど、指名打者制度ありのリーグみたいなものは、アメリカのメジャーもそうだし、韓国、台湾、メキシカンリーグとかね、あとキューバエリアとかもそうだし、ベネズエラとかプエルトリコとかオーストラリア、イタリアで、NPB パ・リーグだと独立リーグ、社会人で、大学野球6大学は確かないんだよね。そうそうそう。だから6大学とセ・リーグは多分同じ、もしかしたら歴史的なことだしね。で、明治神宮大会っていうのもないんだよ。そうだから DH がある連盟は明治神宮大会やるときに、そうなの、練習してますか、するの、その時。そうであって、で今回の学童野球っていう、そういう感じ。世界的に見ても DH 導入されてるから、セ・リーグもじゃあ導入したらっていうのは、多少背負い投げ的なことはあるかもしれないんだけども、一回本当にやるかやらないかをちゃんともっと前向きに議論して、じゃあどうするかみたいなところは、やられてるのかもしれないんだけども、もっともっとこういう野球ファンというかね、メディアにも分かるような形でやってくれたら、より野球界進むんじゃないかな。だから皆さんのぜひご意見とかね、お寄せください。我々もいろいろ、いろいろ調べましたけど、こういうのもあるよ、ああいうのもあるよっていうの、皆さんの方が知ってることも多いと思いますんでね、ぜひそういった中で考えの一助というかね、考えるきっかけになればと思って、今回こういう企画にさせていただきました。いずれにしても学童野球をやる子どもたちにとってはね、今まで通りのびのび、やっぱ野球をスリリングに楽しくやる環境づくりっていうのは大前提となりますのでね。しっかり趣味もやってほしい。やっぱね、小学生からうつ戦だとね、今の野球のルールでいうと、中学はもうその DH もないし、高校もないしっていうね、守備もしっかりね、もちろん取り組んでいただければというふうに思いますんでね。そういったことで本日は以上でございます。ありがとうございました。失礼します。